さあ、いよいよ開幕しました最強キャラ決定トーナメント。デュエルレンクスに実装済みのキャラクター16人で行うトーナメントでございます。デュエルモンスターズより6名、 GX より6名、 5Ds より4名の参加となっております。最強のキャラクターを決定するという企画でございまして、使用するのはあくまでもキャラっぽいデッキとなっております。トーナメント表はこちら。初戦はなるべく関連性のあるキャラクター同士の対決といたしました。時間と人数とカードパワーの都合によって出場していないキャラクターもございますが、ご容赦いただければと思います。各対戦一本勝負で勝敗を決するデスマッチとなります。あくまでも使用するのはキャラデッキではなくキャラっぽいデッキでございますので、ある程度しっかりと戦える構築に寄せておりますので、ご了承いただければと思います。キャラに関係ない環境でよく見るカードなんかもね、多少出現しますが、事故って終わる寒い体勢にしたくないためです。ご容赦ください。よかったら優勝すると思うキャラクターにご投票いただければなと思います。概要欄にリンク貼っておきます。動画の本数は現在8本程度になる予定でございますので、ぜひ最後までお楽しみください。それでは最強キャラ決定トーナメントデュエルスタンバイ。さあ、いよいよ始まりました最強キャラ決定トーナメント。初戦は城之内克也選手対闇遊戯選手。誓いを果たす時だデュエル。さあ、デュエルスタートしていきます。おっと、ゲームは始まったばかり。さあ、しっかりとまずは煽っていく。さあ、どんなレッキなんでしょうか。おそらくレッドアイズデッキなんじゃないかなと思いますが、さあ ブラックマジシャンデッキですね、闇遊戯選手は。さあ、まずはマジシャンスロットを召喚していくことでしょう。さあ、杖の効果。さあ、何をサーチしてくるか。おっと、ここは黒の魔導陣ですかね。黒の魔導陣をサーチしてくるといったところでしょうか。ただし今のところはブラックマジシャンが今ないですね、まだ。さあ、大丈夫でしょうか。ブラックマジシャンがいないので、あ、ここは一回安全策と。さすがにまず初手でギャンブルはしないといったところでしょうかね。さあ、イリュージョンマジック発動。さあ、イリュージョンマジックの効果によってマジシャンソフトをリリースし、デッキよりブラックマジシャンを2体まで手札に加えていきます。さあ、闇遊戯選手、黒の魔導陣はありませんが、しっかりとブラックマジシャンを展開できる札は揃っているといったところでしょうか。さあ、ターンをエンドしていく。さあ、城之内選手どんなレッキなんでしょうか。今のところまだどんなレッキか分かりませんね。闇遊戯選手はここで一応ブラックマジシャンを出せますが、さあ、レッドアイズフュージョンの効果発動。レッドアイズモンスターを融合素材とする融合モンスターをデッキから素材を墓地に送ることによって特殊召喚できます。モンスターを融合召喚。さあ、せいせいせいと、まあそう焦ると言っております。さあ、レッドアイズスラッシュドラゴンを融合召喚していく。ヤミーグ選手、このマジシャンズナビゲートはいつ発動するかというのも見ものですね。さあ、伏せてあったのはレッドアイズワイバーン。レッドワイズワイバーンとレッドアイズスラッシュドラゴン2体の攻撃が通ってしまうとライフポイントは削られてしまいますが、さあ、レッドアイズスラッシュドラゴンの攻撃宣言時に墓地の戦速モンスターを装備できます。どんな時でも戦いの火は消さないぜ。まずは3000ダメージですね。ただし、これ闇遊戯選手、おそらくスキルはディスティニードローじゃないかなと思いますので、ライフポイントを削られることに関してはまあありがたいかなといったところですが、さあ、この攻撃を通すわけにはいきません。今だ、リバースカードだ、トラップ発動。さあ、マジシャンズナビゲートの効果発動。手札のブラックマジシャンを展開し、さらにデッキより闇属性魔法使い族モンスター一体を特殊ができます。最強のしもべブラックマジシャン。さあ、来た映画版DSOD ワールドブラックマジシャン、素晴らしい召喚ムービーです。さあ、あとはデッキが何を出してくるかといったところに注目ですね。基本的にはマジシャンオブブラックイリュージョンかなと思いますが、おっと、なんと闇遊戯選手、これは素晴らしいカードを選択してますね。まさか来る。最上級魔術師から魔力を譲り受けたたった一人の弟子、来いブラックマジシャンガール。素晴らしい盤面です。フィールドにはブラックマジシャンおよびブラックマジシャンガール指定が揃っていきます。さあ、杖の効果発動しないものですね。
さあこれは素晴らしい盤面ですが、攻撃力は足りていません。俺のターン。さあ闇犠牲のターン、スキルを発動していく。好きなカードをデッキより1枚ドローできます。まず何をドローしてるんでしょうか。黒の魔導陣、ディマヨスのマナコ、カーテン、イリュージョン、いろいろありますけれども、ナビゲートももちろんありますね。これロットでいいでしょうかね。ロットで黒の魔導陣を持ってくればいいという話でしょうか。さあ杖を引いてきた。墓地にはマジサンズナビゲートが揃っておりますね。勝利のピースは全て揃った。おっと、ここでおっと伏せてあったブラックマジックのここ発動。相手のフィールドの魔法トラップカード全て破壊していきます。これは強い。さあ城之内選手もレッドアイズスピリッツの効果によって墓地のレッドアイズブラックドラゴンを特殊召喚したいと言いますが、墓地のマジシャンズナビゲートの効果、魔法トラップカードの効果を無効にしていきます。さあ城之内選手どうするか。レッドアイズスラッシュドラゴンの効果を使うことは以上できますね。対象に取る効果でございますので、装備カードを墓地に送ることによってマジシャンズナビゲートの効果を無効にしていく。さあこれによって墓地より、さあレッドアイズブラックドラゴンを特殊召喚できます。ただし打点が少し足りていませんが、2400-2000というステータス。ここは守備表示で特殊召喚でしょうかね。さああとはブラックマジシャン側どういう展開ができるか。手札よりマジックカード発動、サウザンドナイフ。相手のフィードのモンスター一体を選択し破壊していきます。さあもうすでにレッドアイズスラッシュドラゴンの効果は使えない。さああとは闇行き選手、この場面をどういう風に調理していくことでしょうか。まずは杖の効果、杖の効果によってブラックマジシャンと名前が記された魔法トラップカードを手札に加えることができます。さあ黒の魔導陣も手札に加えていく。黒の魔導陣の効果はそのまま発動。デッキトップ3枚見ます。もちろんブラックマジシャン、そしてブラックマジシャンと名前が記された魔法トラップカードはある。マジシャンズナビゲートを手札に加え、そしてデッキトップを操作。ここで手札よりマジックカード、ティマイオスのマナコを発動します。ブラックマジシャンを墓地に送り、ブラックマジシャンも融合をスライドする融合モンスター一体を特殊召喚できます。さあここで特殊召喚されるのはモンスターを融合召喚、もちろん超魔導剣士ブラックパラディン。このモンスターは手札を捨てることによって魔法カードの発動を無効にし破壊することができます。このままバトルフェイズか。バトル、さあバトルに入ります。これは素晴らしい盤面です。城之内選手のデッキ、魔法カードを基本的に使うデッキなので、パラディンはもしかしたらかなりきついかもしれません。超魔導無影山。さあ城之内選手残りライフポイントは1400、杖の攻撃でモンスターでダイレクトアタックだ。しかしスキル根性でなんとかライフポイントは守ります。このターンでの敗北はなんとか阻止。さあ城之内選手この盤面は手札2枚で返せるのか。ブラックパラディンの効果がありますので魔法カードは実質無効。さあレッドアイズフュージョンの効果を使いますが、もちろんそれは読んでいたぜ。モンスター効果、それは読んでいたと。ブラックパラディンの効果、手札を墓地に送り相手の魔法カードの発動を無効にし破壊していきます。これは厳しい。城之内選手頑張ってくれ。エンドフェイズ。さあ墓地のレッドレッドアイズワイバーンの効果でしょうかね。さあ墓地のレッドアイズワイバーンの効果発動、墓地のレッドアイズブラックドラゴンを蘇生します。レッドアイズブラックドラゴン、激レアモンスターだぜ。しかしもうこれはさすがに時すでに遅し。ターンエンド、俺はこのカードを信じるぜ。さあここは運命の罰ゲーム来ました。おっとこれはヤミーギ選手2体のモンスターをリリースしアドバンス召喚ですね。
最強のしもべブラックマジシャン。ここでブラックマジシャンをアドバンス召喚し、そしてフィールドには黒の魔導陣が発動されていますので、ブラックマジシャンが召喚特殊召喚に成功した場合、相手のフィールドのカードを1枚選択しゲームから除外できます。永続魔法発動。さあこの効果によって相手のレッドアイズはゲームから除外されていきます。俺はティマイオスのマナコを発動。さあ闇池選手容赦がありません、容赦がありません。ブラックマジシャンは墓地の振り、アミュレットドラゴンも融合召喚。アミュレットドラゴンの効果、お互いの墓地の魔法カードを任意の枚数除外し、除外した枚数分攻撃力をアップできます。いや宮城選手それはやりすぎでは、それはもうもはやいじめでは、これはやりすぎだ、これはやりすぎ。バトル、さあバトルフェイズ、これで決めるモンスターだ。城之内選手何もできない、なんという強さ。武器は強いぜ。ありがとな、いいデュエルだったぜ、また戦ってくれ。ということで1回戦勝者闇遊戯選手。初戦2試合目はヘルカイザー亮選手と天井院アスカ選手のデュエルと、リスペクトなどしない、俺は勝利だけを求める。行くわよ亮。いや、ヘルカイザーデュエル、私のターン、おいで。さあ初手から煽ってきますね、ヘルカイザー亮選手。俺は飢えている、乾いている、勝利に。天井院アスカ選手のデッキは機械天使サイバーエンジェルと、サイバー流にとって攻撃力の制限など無意味。さあ暇なのか、ヘルカイザー亮選手暇なのか、ひたすら喋っております。サイバーエンジェル、おこれはイダテン弁天、これはイダテン弁天強いぞ、イダテン弁天は強い。イダテンの効果はさらにそれの効果にチェーンしてベンテンの効果も発動していく。デッキより光属性転移速モンスターをサーチしながら儀式魔法をサーチしていく。さあ非常にこれは強力なムーブ。さあ何を何のセリフを吐くのか笑うだけ。早くしろ。さあ追っております。機械天使結構プレイング結構ね、操作量が多いですからね、非常にちょっとターンは長いことでも有名です。ひたすらにひたすらにセルを吐いております、ヘルカイザー亮選手。おとなしくすることはできないんでしょうか。さあ天井院アスカ選手、サーチしたのは千字ゴッド、そして精霊の祝福と儀式魔法を使う。俺をもっとたぎらせてみろ。精霊の祝福の効果によって、おレベル2と6ということで8ですね、8の儀式。まずはここで何を展開してくるんでしょうか。8ですと現状イザナかダキリかどっちかなといったところですが、あここはサイバーエンジェルイザナ、サイバーエンジェルイダテンの効果、イダテンの効果も発動し、フィールドの儀式モンスターの攻守が1000アップします。ドロー。さああとはヘルカイザー亮選手、高校サイバー流ジャンケンによって高校を取れましたので、これは強いか。おっと深淵の宣告者、一切サイバー流には関係ないカードを使ってきます。さあここで光属性転移速を宣言し、相手のフィールドのサイバーエンジェルを体勢を一切無視し、相手の手によって墓地に送らせます。墓地に送らせるのは何もサイバーエンジェルだけではないんだぞと言ったところでしょうか。さあサイバーティックフュージョンサポートの方によってライフポイントを自ら削ってきました。勝利こそが全て。ここでスキルを発動していく、サイバーリオギプロトサイバードラゴン鬼対特殊召喚。速攻魔法発動。さあここでサイバーロードフュージョンの効果を発動、フィールド上のプロトサイバードラゴンをおそらくデッキに戻し、サイバードラゴンモンスターを融合させるするキメラテックランページドラゴンを融合召喚していきます。いでよキメラテックランページドラゴン。さあキメラテックランページドラゴンの効果、融合サイトしたカズマで相手の魔法トラップカードを破壊できます。儀式の檻を破壊していく、キメラテックランページドラ
さあランページの効果、デッキより機械族光属性モンスターを墓地を送ることによってその枚数分攻撃回数を増やします。現在ランページドラゴンは3連打が可能。さあバトルフェイズ、キミラテックランページドラゴンの攻撃、まずはキミラテックランページドラゴンで衝撃、そしてキミラテックランページドラゴンはあと2回の攻撃ができる。俺は飢えている、乾いている、勝利に。そのフェルカイザー両選手容赦がありません、容赦がない。2連打、3連打、4連打、5連打、うるさいです。ヘルカイザー両選手うるさい。あなたにはデュエルの流れをつかむ才能があるわ。さらなる高みに行くため、より純粋なる勝利を得るため、サイバーエンド俺は超える。この人殺意高すぎー。